鬼雲族レイニアスは、クモメコガネグモ科に含まれる、分類群の一つ。縁毛を張る大型種が含まれるが、内容は多様で雑多である。鬼雲族は、非常に多くの種を含んでいる。典型的には、例えば日本の鬼雲という種は、メスで体長30ミリメートルに達する大型種で、典型的な垂直縁毛を張る。頭胸部より腹部が大きく、 特に腹部の前の両側が左右に張り、その上に隆起があって、怒り型のようにも見える。ふわしはかなり長くて太く、多数の棘が並んでいる。この雲は、縁毛を張る雲の大型でいかつい方の典型であり、類似の大型種は山鬼雲や石沢鬼雲など、他にいくつか挙げられる。これはヨーロッパでも似たようなもので、庭鬼雲や木花鬼雲など、 やはり大型でごつい体格の垂直縁毛を張る種が古くからよく知られていた。これが鬼雲族のものである。同時にこの類は小金グモ科の一つの典型でもある。ところが実際には類似する雲は中型から小型の種にも多数ある。それらの研究が進むうちに鬼雲族の内容は次第に増加し同時に雑多になっていった。 当然ながらそれらを整理し、仕分ける試みも行われているが、2009年段階でも640種が、この属に含められ、今後の整理と検討が求められている。上記のようにこの属は、小金雲かの標準的なものがとりあえず放り込まれる場になっており、明確な特徴を取り上げるのは難しい。一応、小金雲かの中で以下のような特徴でくくられた群では、ある。 腹部の形も様々で、鬼雲では腹部の前の方が肩状に左右に張り、その上に円錐形の肩突起が明瞭にある。石沢鬼雲や庭鬼雲では腹部はやや縦長で肩突起はさほどはっきりしない。さらに赤鬼雲等では腹部は前方がやや幅広い卵型で肩状の部分はほとんどない。青鬼雲など、 小さな種でも型状の部分ははっきりしないものが多い。腹びろ緑鬼雲は腹部の横幅が広く、またつやつやしいために鳥の踏んだマし族のように見える。腹部背面は前方が高く後方に低くなるものが多いが、空鬼雲などでは後端がやや高く突き出すようになっている。かつてこの族に含めた尖り鬼雲はこの部分が腹部後端を越えて突き出す。 色彩は、褐色系が多いが、赤や緑の色を表すものもある。反紋としては両側に、波状の模様が出る、いわゆる洋上斑が出るものが多いが、全く見取れないものもある。もっともこれに禁煙なのは、高根鬼雲族とのことであるが、姫鬼雲族との間も禁煙で、区別がややこしい。焦げ茶鬼雲やヘリジロ鬼雲などはこの両族を何度か行き来している。なお、 有生虫はメスに比べて非常に小さく印象が大きく異なる例が多い。庭鬼雲の湯いずれも垂直縁毛を張る増毛性の種である。ただし、網の扱いに関しては様々である。日本の鬼雲は夕方から網を張り、朝には網を畳み、昼間は糸を張り合わせて作った居住のための巣とは言えない程度の場に泊まる。ただし地域によって差があり。 朝になっても網を畳まない例もある。他方、昼間にも網を張り、その真ん中にいる種もある。雲が網にいる時は、網の中心に頭を下にして定位する。八本のふわしは緩やかに前後に伸ばす。青鬼雲などでは、昼間も網を張っているが、雲は網の中央におらず、枠糸の一端につながる葉を巻いて、すとし、そこに潜む。 日本には32種ばかりがこの属の元に置かれている。おそらくそのうちのある程度の数が将来は別属に移される可能性がある。鬼モは日本各地に見られる大型種で、似たものにヤエンオニグモ、ヤマオニグモなどがある。ニワオニグモ、キバナオニグモなどはヨーロッパでは普通に見られる大型種で、日本では主に北海道に生息する。アオニグモ、ヌサオニグモなどは、 せいぜい10ミリメートルほどの中型種として各地でよく見られる。森林の林園部の枝の間に園網を張っていることが多い。豆鬼雲などは5ミリメートル程度の小型の種で、枝先や草の間に園網を張っているが、なかなか目につかない。以下に日本産の種を劣記する。世界の種についてはこの子を参照のこと。 ヤギ沼 P92 オノ P450 オノ P443? ありがとうございます。